おはようございます。道の駅三井屋の里秋田方。暑いね、今日も超暑くなりそうです。結構ツバメがなんでこうやってへばりついてんだろう。休んでんなって。暑いな。ちょっと観光案内をちょっと見たいですよね。だったともしかしたら今日夜には九州帰るかもしれないです。36.6度です。ここはどこなんだろうね。くるみパン、天味噌ってなんだろう。弁当がいっぱい。広島駅弁当。北道はやっぱりあっちこっちにあんだろうね。道の駅のスタンプは見当たらなかったね。残っちゃうんだろう。どこなんだろうね。ここ情報センターってどこなんだろう。向こう側なのか。見てみようか。多分こっちじゃないか。違うかな。ああ、こっちもさっきのところか。わかりません。色が選べるみたいね。道行きマップだ。うん。こう回ってこっちに抜けようとした。
長生きラーメン食堂。高宮湯の森、なんか良さげなところだ。うん、こういう感じの。道の駅マイロードインター千代田。暑いということで、皆さんお昼ですよ。お食事タイムです。今日は税込み321円いただきます。いや暑いね。北広島だね、ここね。どんぐり村、上から見た感じ。いや暑い。ちょっと昼寝したんだけどエンジンが止まらなかった。よし、次行くわ。温泉だ。涼しい。いいこちら。あ、そうか。ここだ、ここだ、ここだ。うん。暑いね。座っとこだね。どうもありがとう。お食事ところ、あ、ぐずってね。はい。芋団子がいつもは220円らしくて、今日は150円だって買いました。はい。木の木向井地温泉やくろ。なんかね、ここね、24時間スタンプをするみたいなんですけど、どこなんだ、情報コーナー24時間。あ、ここにありますね。Wi-Fi。Wi-Fi もあります。ここあれかな、新しいのかな。来た覚えがないない。正直言ってここ来た覚えがないね。あれゆらら、あっち。あとででは温泉入ってきます。それにしても暑い。先に車止めたかったな。あっちに止めろよ、あっちに止めろよ、よかったかな。失敗したんだよ。6日1温泉。
17時半からまたレストランやってみたって、すごいこんな感じで、よいしょ、あ、壊れ、壊れかけてる、壊れかけの、どうしたらいいの、307にしました、外れかかってんじゃんこれ。あ、100円入れないダメなんて、はい、ここだ、来たよ。